はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方で3月のアップデート情報が出たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回は個人的にいいアップデートがポンポンってきたなとか思っております。では早速見ていくんですが、まず、フィルター機能の動作リニューアルということで、フィルター機能のやつをより扱いやすくするために、フィルター機能の読み方がわからない、抜本的でいいのかな、まあ動作変更しますよって感じですね。初期はすべてオフに変更いたします。従来はすべてオン。フィルターの設定をいくつかの異なるカテゴリーに分割し、カテゴリーごとに対象の絞り込みを行えるようにいたします。カテゴリー内の設定がすべてオフの場合、そのカテゴリーでの絞り込みは行われなくなります。いくつかのフィルターの設定の名称が変更となりますということで、動作の変更例なんですが、セレクトされたセイバーとランサーのみを表示したい場合、こういう感じでポチポチっと押すと、まあ本来できていたやつなんですが、新しい設定ではその他と、セイバーとランサーのところをオンにするっていう感じかな。うん。でリニューアルに伴い、すべてのフィルターの設定上が初期設定にリセットするんで、そこだけ注意してくださいって書いてますね。で次、フィルター機能に宝具のタイプや宝具効果を追加。これが一番いい、これすごい良かった。なぜかっていうと、超単純にこれ何の宝具だったっけなとかいうのを考えたりする時があるんだよね。まあ仮にアーチャーの全体宝具のアーツ宝具って誰かいるかなって考えた時に、いちいち、まあ全体宝具まあ覚えてるんだけど、わざわざ探さないといけない。確かこれこうだったよな、こうだったよなっていう設定の絞り込みをしないといけないんですが、それをすることがなくなるといった意味ですごいこれは便利だと思う。かつ俺今 FGO の初心者講座やっているんですが、その際これが全体宝具だよっていうのをいちいちポチポチしてたんですが、このフィルター使用することで、すぐに単体宝具、全体宝具、補助系宝具っていうのを説明することができるってことも考えたときに、動画を作りやすくなる、かつ、自分も相当しやすくなるといった意味で、この機能が個人的に一番めっちゃ嬉しいなって思いました。で一応ね、その生放送とかでチラチラ言っていたんで、この機能が言った後すぐに来てくれて個人的にめちゃくちゃ嬉しいです。そして次、バトルの際戦利品を確認しやすくなるように回収。バトル画面右上の宝箱アイコンをタッチすると戦利品ウィンドウが、出るよっていうかやつかな。うん。ただこれに関しては正直なところめちゃくちゃ嬉しいというわけではないね。うん。まああったら便利かもしれないという機能なんで、まあありがたく受け取っておきましょう。で次、これもいいね。バトル中各種サウンド音量を変更できるように回収。バトルメニューにおいてゲームオプションと同様に、各種サウンドの音量を変えることができますよと。これはねすごいいい。でかつ変更した音量はバトル終了後も保持されますということで、何がいいかっていうと、 FGO って音楽聴きながらまあゲームをやろうって思った時にミュートボタンをわざわざオプションに行かないといけなかったんだよね。それがバトルに入ってミュートボタンを押すことでそれをなくすことができるといった意味でもオッケーだし、まあ合体宝具とか作りたいっていう時に BGM とか SE の音なくせばよかったっていうのをね、あ、ここですることができるっていうことも考えた時に結構いいんじゃないかなと。まあこれに関しては普通に音楽聴きながら周回したいよっていう人と、ゲーム実況してたりする人が結構嬉しいんじゃないかなと思います。で次、画面サイズ変更機能対応画面を拡張ということで、カードサイズの変更機能をお気に入り変更画面や例一覧にも開放。例記一覧しか拡張機能がなかった、この左下のボタンがなかったんだけど、お気に入りとか例開放、例一覧の方にも対応しますよってやつですね。まあこれに関しては個人的にありがたいのでちゃんともらっておきましょう。お気に入りなんで拡張機能ないんだろうなって思ってた時もあったからね、普通に嬉しいです。以上が、3月の主なアップデートとなります。なお今後も期間限定イベントや期間限定キャンペーンにおいてメインクエストがクリアが参加条件となるものを予定しております。ぜひメインクエスト攻略を進めていただければ幸いですということを書いているんで、まだメインクエスト終わってないよっていう方に関してはメインストーリーを進めていきましょう。
全体的に見てきたんですが、今回のリニューアルに関しては相当いいんじゃないかなと思います。まあ2月とかがちょっと微妙かなと思ってた時が、1月からへんが少し何とも言えないなっていうのがあったんですが、3月に関してはわりかし、まあ欲しいなと思った機能が俺的に 2,3 個来てくれたといった意味で結構ありがたいです。まあただこの3月のアップデートっていつ来るかわからないんで、まあ早くて23ぐらいに来るのかなとか思っ、23じゃないわ。22に一応新情報が出るということで、その後の23、24ぐらいにアップデートしますよ、新しい情報でやりますよっていう可能性もあったりするんで、ちょっと今後楽しみかなとか思ったりしております。まあただいつアップデートされるかは本当にわからないんで、まあ気長にまったり待っておけばいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆様、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。俺皆様なんて言ってたっけ？Thank you.